はい、ハン君が言ってる絶対マジでということで、リンクアップ来ました。第2回、そして2回目にしてスペシャルゲスト来ていただきました。マーメイどうもー、ワグワンどうもーん。ありがとう、呼んでくれて。はい、さいあー、沖縄からですね。今回はちょっとやっぱ歌い手から、もうまず、やっぱり地元のスターのムーミンにここをお願いしたいと思って。お願いします。スーパースター。何でもちゃいますやな。いやいや、で俺ら本当、まあ、よくレッドとかとも話すんですけど、やっぱムーミン、お互い隣ぐらいの地元っすけど、あのお互いムーミン聞いて、やっぱ地元のやつらと遊んでたとかって言ってるぐらい、やっぱ始まりはやっぱムーミンだったし、俺なんかのだからレゲエの出会いは本当ムーミンとか、本当にザ・ムーダマンとかっていうのがやっぱ本当レゲエの出会いだったんで。ありがとうございます。でも湘南のなんかレゲエシーンも面白かったよね。そうですね。横浜とはまたちょっと違う感じっていうか、うん、そもそもレゲエとの出会いってどんな感じなんですか？そもそもね、レゲエの出会いはね、初めて16歳の時かな。初めてボブ・マーリー聞いたのは16歳の時で、うん、で、その時は、俺、片枠大工ってバイトして、あの、片枠、コンクリートの塀を作る、現場作業ですよね、はい、まあ。で、その時にも、あの、いろんな人と仕事してたんだけど、その中に結構面白い人がいて、うん、なんかホスト、もともとホストをやってた、新宿でホステしてたって人で、で、なぜかタキシード着て、作業してるんだよね、この人。上は着てないけど、はい、上は着てないけど、下もタキシードの、なんか縫い目がこう、縫われてるやつ。はいはいはい。で、っていうの、ここが縫われてるズボン履いて、なんか変わったズボン履いてんなと思ったら、タキシードなんだよって言われて。で、その人となんかおもろいなってことで、うん、まあ、なんかもうそういう人好きだからさ、で、どん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 意気投合してて、その時に、ボブ・マーリーって知ってるか、DA 行った時に。で、聞かせてもらって。うんうんうん。で、あー、ちょっとセリフってやつ。はいはいはい。セリフっていうのは警官のことなんだよって。警官撃っちまったって歌なんだって。悪い歌だなと思って。味が強すぎて、うん、すごいなーっていうのはもうすごい覚えてるんだけど、うん、なんかその時からレゲエにハマったっていうわけじゃなくて、逆に俺は、その時に一緒に聞かせてもらったトレイシー・チャップマンっていうの声がいるんだけど、結構あのレゲエなんかでも結構カバーされてる、うん、あのね、あの You can say baby Baby can I hold you tonight みたいな、はい、あの曲とか、ああいうのをで、トレイシー・チャップマンのアルバムをすげえもうガンガン聴いてて、じゃあボブ・マーリーよりもその時はトレイシー・チャップマンだったんだけど、ボブ・マーリーのその初めて聞いた時のインパクトも強かったなって。それがじゃあ、それがきっかけですか。そう。で、その後はね、スーパージョッキーってほら番組やったでしょ。はい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 。たけしの、はい、スーパージョッキーでお昼やったやつ、はい。あれのジングルがさ、ビッグベリーマンだったんだよね、アドルミナルベリー。はい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 。ラーレゲエの現場行ったらかかってて、あ、これがレゲエなんだって、ダンソールなんだこれは、うん、っていうので、まあだから僕周り初めて16の時に聴いて、その後18、19ぐらいの時にアドミナルベリーのビッグベリーマン、うん、そっからもう入ってった感じですか、ダンスホールに。そうそうそう、レゲエに、まあ、これもね、かけてもらえたら嬉しいかもしれない。あー、今頃かかってる、未だに現場でも流れですね。はい、ね、もうその時は歌ってる、船に、うん、その時はもう歌ってるんですか。いや、歌ってない歌ってないです。まあお客さん最初は現場でストーンアイズっていうクラブがさ、クラブというか茅ヶ崎の北口にあったんだよね。で、まあそこで客で楽しんでて、そこで初めてこう7インチを裏返してラバダブやるのとかを見てて、はいはい、
おおすげえいつかやりてえな俺もなんて思いながら、なかなかそこにはこう飛び込めなかったんだけど、うん、そこからそうしたらなんか3、4ヶ月通い詰めてたら、うん、そこは喫茶店だったからさ、うん、あのもうガラス張りなんだよ。なるほど。半地下なんだけどガラス張りのとこで、結構まあまあ住宅街だったからよく音出せるなって今も考えれば本当ですか。頭でガンガンもうブレンバスターのサウンドシステムとかバナナサイズとかさ、システム入れてたんですか。そこにシステム入れてもう窓ガラスがビーンビーンってなっててもうバリ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 ってなっててよくあそこでやれたなって思うんだけど、なんかやっぱそこの上の人から苦情が来たみたいで、うん、でやれなくなってきて、うん、なんかやれてるシュートやれてないシュートがあって、あなんか寂しいなってなって、そこで仲良くなったやつらと一緒に来るようになって、で自分たちのイベントやろう。その時にムーミンって名前になったんですね。そう、その時にだからなんとかマンとかさ、なんとかなんとかってみんなに名前付き合ってた。俺フライヤー、俺結構小賀よりむねっていう結構硬い名前なんだよね、はい、なんかこうフライヤーに合わないじゃん、なんかさかっこいいっすけどね。だから今考えればなんか、まああれだけど、その時はなんかそういうなんかね、乗せにくいっていうか雰囲気的に、うん、で、まあみんなで、だ俺なんかもあのちょっと四角い顔のやつだったから、ペヤングだから、ピーヤングとかさレゲエっぽい、ボヤッキーとかさまあなんかそんなノリでつけてた中で俺はムーミンって言われて、で、なんかそんで音楽やってるっていうのをまあ、親が知って、で、俺も結構真剣にやってんだよねなんて、ちょっと楽しいんだなんて話をしてて、うん、それまでまあ、ブラブラしたからお前大丈夫かなって心配したって忘れされてたんだけど、まあでもこうやって音楽でやってんだよねって、なんて名前でやってんだって言ったらさ、ムーミンって名前でやってんだよねって言ったら、親父が、うちの親父がびっくりした顔してるわけ、うん、何びっくりしてんだよって言ったら、俺会社でムーミンパパって呼ばれてんだって。マジっすか、すげえ今沖縄じゃないですか。はい、沖縄どうっすか。だいぶハマってますよね、なんか雰囲気も絵もだんだんこう腕毛とか濃くなっていったと思う土地柄に後ろにあるのは何ですか。あ、後ろこれはね、月桃って言ってね、こんなでかい葉っぱなんですね。あ、インスタライブでムーミンがよくやってるやつですね。で、花が散って実ができるんですよ、今のシーズンでこういう風にこういう風にかける。それは何なの、何これは。これは、まあ、あのこれは使い方はみんなに任せてんだけど、はい、どっちも俺はお茶にしたりとか、あとは料理にちょっと使ってみたいな、こんな風に葉っぱもこんな風にして、どういうお茶とか以外だとどういう使い方があるんですか。匂いがいいからなんかね、虫除けにも使えるとかね、あとはこうもう1ヶ月以上経ってんだけど、こういう月桃のこういうホワイトリキュールでも煮込んだ、ああお酒、こんなのをお酒、まあ飲んでもいいんだろうけど、これをあのちょっと精製水と詰めて虫除けスプレーにしたりとか。ああそういうことか。そうですね、そんなことやってます。犬が吠えたよ。大変にバッチリする。うるさいってことですね。あのムーミン何年か前にジャマイカでショー出てなかったです。もうだいぶ前だね、もう17、18年前なんじゃないかな。そんな前でしたっけ。ファンフェスですよね。ファンフェス、ホームジート、そう、ホームジート、プシンと一緒にで、ヨーヨーシューも来て、3日間やるんだよね。はいはい。で、ダンスオールナイトとサウンド、なんかこう、ラスターマンナイトみたいな、ラスターの人たちが集まるようなと、あとインターナショナルナイト、うん、で、海外からアーティスト呼んでて、スペシャルゲスト呼んでて、その時ちょうどディスティニーチャイルかな、へ、え
ビヨンセ。ビヨンセとか、リハーサル見させてもらったりとか。すごっ。スカイの飛行機も一緒で。へぇ。スカイの飛行機も一緒で、ビヨンセ結構ちっちゃくて、かわいいなみたいになってて。だいぶ、インターナショナルナイトに出たんだけど、まだまだ客入れの頃っていうか、まあ、全然その日本から来たっていう、全然もう客入れの時間ぐらいにやったんだけど、その時にね、まあ、向こう側の試してきたのか何なのか分かんないけど、うん、いきなり電源がバチンと置いたんだよね、俺は本番やってる時。あ、本当に？そう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 。停電的に？停電っていうか、なんかよくわかんないんだけど、ちょっと意地悪されたのかなって思うんだけど、試されたというか、音も全部止まって、ホームジーも音出ないから、どうしようって時に俺はアカペラで歌ったんだよ。本当にアカペラで。へぇ。それを覚えたかったよね。へぇ。で、そういうことやってたら、電源が復活して、またショーを始めるみたいな。熱い。もう一回チャンスあったらもう一回なんか出てみたいけどね。ああ、また違う形がありますかね。イメージ、なんかこう、それを経て。そう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 。まあ、だいぶバタバタで行ったけどね。面白かったね。その時にね、俺この絵を買ったんだよ、例えば。あ、そうなんだ。もう、この絵は本当に気に入っちゃって。で、このフレー、あ、これね、飛行機が。オスプレイが飛んでる。うん、シンガーを選んだ理由みたいなのってどういう感じなんですか、ムーミンの中で。それこそ DJ から始めた。もちろん DJ、はあ、うん、DJ もすごい憧れてたし、やっぱ DJ もすごいなと思ったけど、やっぱ周りにすごい DJ がいっぱいだから、逆に違う目線でレゲエを見た方が面白いかなっていうんで、まあ、ちょっと最初こうカバーというか、ウェインワンダーの曲とか、ルーミー、ギミアラーってやつ、あれとか、うん、ルーミー、あ、ない、ルーミーベイベーってやつ歌う。ルーミーベイベー、ニャ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 ニ歌いたいなって曲を歌ってみて、で、歌っていくうちに、まあなんかオリジナルで自分でも、まあ DJ スタイルもあったっていうこともあって、やっぱり自分での今のこう気持ちみたいなのを歌にしたいなと思って、まあいろいろ見よう見まねというか、どうしていいか分かんなかったとりあえず作ってみていろいろね、やってきたかなっていう感じ。じゃあその頃、サミー T とかザイモンがマイティグラウンドね、ジャマイカ行ってきたって、で、オーキャロライナ、キャロライナ、ワインバディギャル、リンデノセアビプマデン、オーキャロライナ、オーキャロライナ、オーキャロライナ、ギャルバラバ、ギャルヨフィジョンパンフランス。連絡すぐ取れられなかったから、ね、昔は本当に、ジャマイカ行って日本に電話するなんか、電話センターみたいなところで半日待たされて5分間話すみたいな、それもそれでなんかこう、よかったのかな、ある意味こう、情報が、で、今の、その頃のダンスホールって未だにやっぱ現場でもかかるすごい時代だったんだなって思いますよね。これからのその日本のレゲエシーン、まあ、どうなっていってほしいとかじゃないですけど、どうなればいいなみたいなとかってなんかありますか、大きく見て。音楽性的にはすごくみんなクオリティ高いものをすごい作ってると思うから、逆になんかある意味こうレゲエって裏切りの音楽だったりするじゃん。うわ、裏切られたみたいな時あるから、ああいうのをなんかこう、常にこう、出してもらいたいというか、もうレゲエはこうだっていうんじゃなくて、俺なりのレゲエはこうだみたいな人がいっぱい出てくれたら、
結構逆に面白いのかなっていうか、いろいろなんかこうね、いろんな表現の仕方あると思うし、はい、昔なんかは結構下ネタだけしか歌わないやつとかもできたね。あんなのとかもなんかこう、まあジャマイカのカルチャーからの、うん、日本はね結構ね結びつけ目が多いから、はい、じゃあその最近ムーミンこの時期に作ってる曲とかはあるんですか？まあ、この時期というかこの時期のちょっと前なんだけど、はい、ちょうどあの野田真ってギタリスト、はいはい、野田真と一緒に曲作ったいね、はい、夏ぐらいからずっとあのやり取りしてた曲があって、うんうん、ちょっとまあ不思議な曲なんだけど、大山木の花っていう、うん、でまだねあの YouTube でしか流してなくて、まだあのリリースがどうこうとかまだやってないんですけど、うんうんうん、まあ、全然フルバージョンが見れるんで、で本当になんかねその、まあ、いろんな思いを込めて作らせてもらったんで、うん、まあ、撮り方は皆さん次第なんですけど、まあ、なんか本当に、まあ、こんな世の中がいつまでも続けばいいよねっていう、まあ、今そのコロナになってから当たり前だったことが当たり前じゃなくなってるから、うん、なんかその前に作った曲というか、だけどそういう希望を込めて作ってた曲なんで、いつかみんな引き続いていく星になって、星になって帰るよみたいな曲というか、そんな曲です。ちょっと懐かしい雰囲気にもなるし、うん、で、まあ、日本語の美しさというかね、うん、なんかやっぱ日本語の美しさってすごいあると思うから、うん、なんかその辺を大事にして、ゲットをゲットだぜとか言ってね、言うと、うん、ちょっとムーミン間違いねえからって。じゃあ今日本当ムーミンありがとうございました。 Thank you。 ありがとうございます。マジックモーメント TV、 ハッパーイ、ありがとうございました。Magic Moment TV。